考えずテレビを見てた。現実逃避鏡から逃げた。常の親父の店も潰れた。やり場のないストレスをぶつけた。悪夢が続く起きた夢の後、前より増えた香り爪の後。 LINE でまあこっちの連れの顔、そう動画収まったら会おうね。収まるか、このまま人類滅亡とかしたらどうしようか。考えても意味ないか。なんなら今できることは何。ネットでできる署名活動とか、一人一人小さな発言、集まればそれは大きな革命。友達と遊びたいけど仲間を守りたい。今命を守るためには家で戦うこと。友達と遊びたいけど仲間を守りたい。今命を守るためには家で戦うこと。どっかの大人の判断で学校再開待ち最悪です。コロナの怖さもわかんねえまま家族に蔓延して、どうにかしてくれお偉いさん。いや未来を変えるの俺たちだ。先祖も困難超えてきた。なら力を合わせるここで今。大事なものがなくなればやっぱ後から気づいてる俺らばっか。家から出るなよちょっとタンマー。玄関の鍵ずっとかけたまま、玄関の鍵ずっとかけたまま。友達と遊びたいけど仲間を守りたい。今命を守るためには家で戦うこと。友達と遊びたいけど仲間を守りたい。今命を守るためには家で戦うこと。どうもガードマンです。まあ、曲みんな聴いてもらったと思うんすけど、まあ曲で言った通り、今ほんまに今世界がかなりヤバい状況で、ほんまにみんなで協力して、ほんまに家でいましょう。もう家でいるだけで人を救えるから、もう今見てるあなた、ほんまにほんまにもうね、もう大事な用事とかその食料の買い出しとか以外はもう絶対出ないようにね、もうしてほしいです。もうどうしても行かなきゃいけない仕事とかの人もいると思うんで、もうその人はもうちゃんとマスクして外行ってください。もうね、マスクしてない人が多いっす。僕の地元は岸和田なんですけど、マスクしてない人がめちゃめちゃ多いっす。もうとりあえずこれちょっと消した方がいいっすね。逆光っすか。こんな感じで撮ってたんですよ、ずっと。もうね、あの iPhone で歌って、iPhone で流して、 iPhone で歌ってって言って、はい。ね、ほんまに僕の地元でもね、もうマスクしてない人が多いっすね。もう5人に1人はマスクしてないレベル。やっぱ東京とか大阪とかと違って、やっぱその田舎っていうのもあるかもわかんないです。ほんまに少ないっす。で、もう外で遊んでる子めちゃめちゃ多い。もう今日もその外で遊んでる子めっちゃおった。今日もね、車でエマイくん家行く途中で、もう外で遊んでる子めちゃめちゃおったし、エマイくんの家でおったんやけど、そのエマイくんの家の前まで来て、それで写真撮ってくださいって言いに来た子とかおって、この子頭大丈夫かなと思う子とかもいたんすよ。まず写真撮るわけないやん。そのもう、その子がもし持ってて俺近くに行ってしまったら、もう、なんつったらいい、もう俺だけじゃないやん。俺の家族にもやし、っていう、俺一緒に撮影してるエマイくんにもやし、みたいな。まずね、そのね、もう写真撮ってとか、まず撮れる状況じゃないし、その、今の状況分かってない子が多すぎると思います、マジで。特にね、もう、お年寄りなんかな、がマスクをしてない。ほんましましょう。マスクをしましょうじゃなくて、もう家出ないでおきましょう。ほんまに協力するべき。んで、もうね、今ね、いろんな学校がね、まあ中止になっていって、以前もね、ツイッターとか動画とかで、まあ学校行かんでいいとか、俺ツイートとか動画やったんですけど、まあいろんな人がやってました。すごい、有名人の方とか。まあそれでかわかんないんですけど、僕のその地元の友達とかも、延長なった、みたいな、言ってたんで、これってほんま意味あることやなって。フォロワーもう3人、2人でも、そのもうツイートとか、そのもう一言一言がマジで大事。そのみんなも、もういろんなところで言えるとこあったら、友達に電話で言ったりとか、ツイッターとかインスタとかでもこういうことを発信し続けらない意味ないと思う。それとね、まあツイッターですごい大事なこと言ってくれてた人とかいて、その大事な情報を拡散するために僕がその何万人も見てくれてるとこでちょっと言うんすけど、そのまあ僕がツイッターで見た情報は、3日間はそのスーパーとか行かん方がいい
ていうことを言ってましたね。緊急事態宣言が出て、もうみんな急いでコンビニとか行き出してめっちゃ混んで、そこで感染する可能性があるっていうのをね、ツイッターで言ってたんで、それをね、まあここで拡散させてもらいました。スーパーとかね、閉まれへんらしいから、もう3日はね、行かんといてっていうことらしいです。もうほんまにね、マジみんな気をつけて、ほんまにもう出すぎ。あと、おとついですかね、まあ僕の家の近くのコンビニで、なんかちょっと、やんちゃなやつ、やんちゃそうな男の子一人と、その女の子四人ぐらいが、もうずーっとたむろしてんで、警察が来て、もう帰りなさい、みたいな。まあ、歩道書みたいな書かされてんかな。やってて、この子ら何してるみたいな。ほんまに分かってなさすぎると思う。もうね、そうね、田舎とか、その都会とか関係ないから、その自分の地域で出てんのが二人一人やから、そんなやつすれ違えへんわ、じゃなくて、今、検査できる人間が一日で限りあるから、もうもっとおるから、ほんまは。ほんまはもっとおるから。もうすれ違ってて、その検査が出てないだけで、その人は感染者かもしれんし、もう外でおることがほんまに危ないから、みんなほんまに気をつけて。もう他人事じゃないから、もう自分が変わらな、もう何の意味もないからな、ほんまに。ほんまに、もう自分一人、もうお前に言ってるから、俺は。マジで家でおろ。そうね、もう、ね、もうなんか外で遊んでんのがかっこいいとかね、もうそういうのないから、もうマジで。もうそれで、もう、反抗期がわからんで。まあ、コンビニとか集まってた子は若かったから、多分反抗期がわからんけど、ほんまに後悔すんで。俺めちゃくちゃマザコンやから、もうわかるけど、その、中学校の時とか、やっぱりもう、えってみたいになるけど、ほんまにおらんなったら、もう一生後悔することになるぞ。家族だけじゃないし、それはもう友達にもやし。まあ俺友達が亡くなったこともあるし、先輩が亡くなったこともあるけど、ほんまに後悔することになるから。もうマジでみんな家でおろ。ほんまに。もうこれはもうツイッターとかで言いまくって、拡散しまくって。もう別に俺の動画とか載っけらんでいいから、もう自分の言葉でもう家から出んのやめようとか、友達とかに伝えてあげてください。僕の歌でもあった通りね、ネットで署名活動もできるんで、そのリンク貼っときます。僕ね、編集とかでめちゃめちゃ今忙しいんですよ。なんで、その、空いてる間で急遽バーって作ったんで、そのフリートラックを使わさせてもらったんですけど、このフリートラックめちゃめちゃかっこよかったんで、リンク貼ってるんで、ぜひチェックしてください。使わせてもらいました。ありがとうございます。ほんまに、家出ないようにね、もう今は安静にしてください。以上です。どうも、ガードマンです。ちょっとね、もう一回ちょっとカメラ回してて、もう今、はい、アップロードする手前なんですけど、はい、アップロードする手前で、ちょっとみんなで話し合って、こういうのあげるわ、っていう話になってて、はい、僕、動画結構一人で作るんですけど、はい、まあ、あげるとき全員の確認があって、なんか変なところ見せないかとかいう確認があって、動画を上げてるんですけど、まあ、それで話し合ってる途中で、その、まあ、広告つけんどこっていう話で、俺はやってたんですよ。よくないかなと思って、動画自体を7分動画にしてたんですけど、これを10分動画にして、その、これの広告収入で、マスクとか配ろうかなっていう話になって、はいはい。んならもう意味ある行動になるやんか。だいぶプラスです。そう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 。まあ、黄色になる可能性もあるけど。動画自体がね。うん。入った広告収入でマスクいっぱい買って、それを配りたいと思います。これはもう、だいぶいいですよね。だいぶいい。貢献っすよね。マスクは買えない場合もあるんですよ。はい、正直。で、それは、まあ一応その、マスク以外のアルコールなんとかとか。消毒のね。まあ、もあるんで、はい、ちょっとまあそれはまあ今後考えたいと思います。まあこの動画をちょっと意味のあるコートに俺は変えたいっていう意見で、まあこういうコートにしたんですけど、エマイ君から、そう最後にちょっとみんなに応援メッセージ。エマイ君言ってないじゃないですか。俺結構一人で撮ったりしてるんで、エマイ君言ってないんで、何が笑ってんの？いや、なんか、いいことやなと思って、嬉しくなって、もう今からでもマスク買いに行きたいなって俺は思ってる。そのさ、うん、お父さんがゴキブリやからって書かれへんと思ってる？今、虎にもかかったりしてるんやで。俺も人間よ。自分もその血を引き継いでるから自分はいけるとか思ってない？自分の家族は大丈夫みたいな。軽い気持ちで おらん？おらんな。バチバチ人間やし。で、ちゃんと応援メッセージ送ってください。応援メッセージっていうか。はい、ということでね、ほんまにみんなもう家で言いましょう。マジで家で言いましょう。ほんまにね。はい。もうそれだけやから。それだけで映らないんで、もう。もう家でおったら人間救えるからね。家でおるだけでキャプテンアメリカン。もう名言っすよ。家でおるだけでキャプテンアメリカン。人を助けるからね。はい。キャプテンアメリカン。